悲伤，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 悲伤。どうも、キャベツです。はい、どうも。そして、どうも、あゆ太郎チャンネルのあゆ太郎でございまーす。はい、ということで、本日はですね、まあ、体育館でちょっとソフトテニスをね、やってるんですけど、まあ、今回、僕、シングルスで、バックカットが本当に苦手で、はい、まあ、バック自体が苦手なんですけど、はい、そこをちょっとあゆ太郎さんに、あゆ太郎さん、こうやって打ってるじゃないですか。まあ、そうは打ってないです、まあ。そうは打ってないかも。こんな感じの、リバースでわかる。そういうつもりはないんですけど、こんな感じで打ってるんで、打ってないかもしれないけど、はい、それをちょっとね、今回教わりたいなということで。わかりました。はい、ちょっと教えてもらっていいですかね。はい。はい、よろしくお願いします。せーの、お願いします。じゃあまず、はい、バックカットを使うときなんですけど、しのぎのカットしのぎのカットと攻撃のカット、はい、攻めるカット、はい、まあ、2パターン大まかに分けるとあるんですけど、でなんでバックカットを使うかっていうと理由があって、はい、シングルって1人でコートを守んなきゃいけないんですよ、はい、そうするとただ単に速いボールを打てばいいってもんじゃなくて、自分が速いボールを打つと速い球が返ってきてしまうんですよ。あ、簡単な例を言うと、はい、バックに攻められます、はい、で僕がこう来て、こう来て、はい、こう上へ、はい、こっちもガラ空きじゃないですか、はい、ってなった時に自分が真ん中に戻ってこれるようにカットを使う、要は対空時間が長い。あー、なるほど。でポーンってこう、こう来た時に、あ、すぐ戻れる。あー、なるほど、対空時間中に。そう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 、っていう意味合いの込めてのバックカット、戻るためが一つ、はい、これはしのぎのカット、しのぎと、あとは自分が戻るために使うカット、はい、で、もう一個のカットは、まあ、攻めるカット、短いのをシュッて打ったり、はい、まあ、意図的に打ったり。でも基本的にカット使うのってもう戻るためになるんです、結構。あ、ちなみに持ち方ってどうなんですか。もう普通に変えてないですかね、そのまま。ウエストなんですか。若干気持ち変えてますね。若干こうですか。若干してます、でも逆イースターみたいな。でも ほぼ一緒ですね。あ、要は何でかって言ったら、普通のバックも打てて、はい、カットも打ててってなんないといけないんで、はい、一回じゃあやってみますか、はい、交互に。まず普通のストロークとバックカットを、こう、はい、こうきて、普通のバック、普通のバック、この普通の構えから、お、普通の構えから短いの、構え、普通の構えから、うまく入ってないよ、普通の構えから短いの、右に曲がるんです、はい、だからあんまこっちに狙ってしまって、スタイルアウトしてしまうんですけど、ストレートにはマイカットがいると攻撃されるんで、はい、そこをうまくやっていかないと。なるほど。そうですね、まずじゃあ最初に、まあ、さっきの言ったしのぎのバックカットは、まあ、ちょっと一回置いといて、はい、一回カットストロークやってみますか。はい、ちょっと実際にやったことないんで、僕いつも裏面でやったんですよ。裏面だと思う、ダメですね。はい、公式はなんでこっちじゃないんですか。公式はもうこれでも飛ぶからです。あ、軟式裏面だと思う、はい、引っ張っとかなきゃいけないんだよ、はい、でそこの辺でバレちゃう、はい、あ、打てない、どうする、ちょっとストレッチ、はい、え、左行っちゃうんですか。重心が後ろだからです。あ、そうか、踏み込んでか、そう、おお、これはもっと高い打点のところで打つ、はい、あ、そっと、そうそうそう、今こう下から作り上げてみる、はいはい、高いとこから切るみたいな、そうっす、で踏み込む、それで、そうそうそう、ああ、踏み込んで、そうそうそう、ああ、すげえ、これ打てるとだいぶ違うのか、高いとこでシュッと、そう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 、どっちかっていうと、はい、今ちょっとこう当たりすぎちゃってるんで、パンって普通のバックみたいに、はい、ここから
上から切る。今こう下からこうやってこういう感じカットサウンドみたいになっちゃってるんで、やって下からじゃなくて高いとこから。わあ、うまっ。うまいな。もっと回転かけて、はい、力抜いて。もっと浮かそう。いやもうあとはまあ深ければ深いので。はい、下から行くとあっちになる。なんか普通にこの回転ってこっちの方が動かします。はい、でもこっち行くってことは上からなくて下から突き上げてるから。ああ、なるほど。ちょっと最後の回転。そう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 。はい、ちょっとこういうふうに。ああ、ほんとだ。普通はこうやってで、あっち行っちゃうってことはここから下に切ってるからピューっていっちゃう。でも抜けちゃってる状態。踏み込みながらカットを踏み込みながらそのカッターを打ったりしないといけない。なんかそのボールが低い場合はなんか上からこういけないじゃないですか。あ、もう全然低い。低いのもだから低い時はもうこっから攻撃じゃないじゃないですか。そのストロークがバックアップで高かったらこれも高いとこから。おお、高いとこから切る。そうそう。こっからじゃなくてデッサンフェイドデッサンってなんで低いところだったらこっからカットサウンドみたいな、こういう感じになっちゃってるけど、こうじゃなくてこっから押し出す。上から。そうそうそう、押し出す。そう、上から押し出す。それをここでやっても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 どこに行っても上からここでもいいし、ここでもいいし、絶対こうあるんだ。なるほど。全部確かにこうなってた。ちょっと。まあでもなんとなくわかります。さっきよりは全然いい。はい。ちょっとこれをもっと練習してやっていきたいと思います。はい、ということで今回はあゆ太郎さんにバックカットのコツなどをねちょっと教えていただきました。はい、まあ、今回そのシングルで、まあ、本当に僕一番足りないところだと思ってるんですよ、バックに関しては。はい、これをちょっと身についたところでことで、はい、あゆ太郎さんにもねちょっと少しでもあの点数稼げるようにちょっと頑張りますので、はい、ありがとうございます。今回は試合ですか。次は試合します。わかりました。次回は試合動画です。はい、はい、チャンネル登録しておいてください。はい、ありがとう。チャンネル登録いつもありがとうございます。以上です。はい、はい、どうぞ。あ、ありがとうございます。そこに効果音を載せさせていただきます。効果音載せてくれました。載せました。もう載せてくれました。もう載せました。今これ編集してると思うんですけど。ちょっとしょうもないやつが多分編集してると思うんですけど、俺だよ俺。しょうもないやつが編集してどうせしょうもない目しながらやってんだからちゃんと編集するように。おい、分かったか。分かったかペイソン。